放送席そして名古屋ドームの皆さん、見事に連敗を止めました与田監督です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。いや、やはり順位争い決定3連戦と言ってもいい3連戦の初戦、何かこう痺れる展開になりましたが、ベンチではどんな風に見てたんでしょうか。簡単に勝たせてくれる相手ではないんですけれども、まあ、本当そういう中で今日は野手がよく先に点を取ってくれたので本当に感謝しています。はい、そういう意味では5回の何かこう一丸になったその姿が見えましたけれども、あのあたりの評価はいかがでしょうか。本当に相手投手に対してですね、狙い球をしっかり絞っていく、まあ、うまくいかなくても次の打席でなんとかという気持ちがこういう形になったんじゃないかなと思います。そしてその後の木下選手、素晴らしかったですね。本当にベンチでね、一振りで決めてくれっていうような声もしていたんですけども、期待に応えてくれました。投手陣の方に目を移しますと、週末本当に悔しい思いをして今日もしのぎ合いという形になりました。信頼感は当然揺るがないと思うんですが、どんな風にリリーフ陣は見てたんでしょうか。もちろんもう選手たちは信頼して使ってますし、そういった中で最後まで諦めずに戦っていくという、本当にチームの状況一丸となってね、やれてるとは思います。残りが今日入れて地元で4試合、全体で5試合ということになりました。この最後の4連戦の初戦、優勝が決まったにもかかわらず、これだけのドラゴンズファン、思いは一つでやってきてくれています。この声援は送れませんけれども、拍手はどんなふうに届いているんでしょう。はい、本当に試合前からメンバー交換をするときからいつもスタンドを見させていただくんですけども、こういう状況でしっかりファンの方に来ていただいて、これが一番我々にとって力になりますので、なんとか最後までよろしくお願いいたします。本当にそういう意味では2位3位4位混沌とした A クラス、そして2位争いということになっていると思います。この後の決意も含めまして皆さんに一言お願いいたします。もちろん最後まで全力で戦っていくこと、一つでも勝つことがファンの皆様の期待に応えることだと思ってますので、よろしくお願いいたします。与田監督でした。皆様大きな拍手をどうぞ。しばらくお待ちください。放送席バッテリーのヒーロー2人です。福谷選手、そして木下選手です。まず福谷選手、最後ゲームセットの瞬間までどんな風に見てたんでしょうか。いや、もうああいう途中で変わった時点でもうなんとかチームが勝ってくれればと思ってたんで、本当に勝ててよかったです。連敗中のチーム、その中でマウンドに登ります、その思いはどうだったんでしょうか。まあ、あまりチームの勝ち負け今までのは気にしてなかったんですけど、最近自分が力みがちだったんで、なんとか調整して今日を迎えました。はい、それからチームの置かれた状況としては順位争いがヒリヒリする状況でした。そういう意味では直接対決という部分もありました。 DeNA 打線に対してはどんな思いで向かっていったんでしょう。まあ、本当に強力打線なんで気持ちでひるむことなく向かっていきたいなとは思ってマウンド上がりました。先発ローテーション投手として迎えた8年目8勝をマークしました。この成績についてはいかがでしょう。もう本当に、隣の木下含めてたくさん打ってくれるんで、それを邪魔しないように、はい、投げてました。そしてこの地元名古屋ドームでは本当に強かったですね。そうですね、はい、たまたまだと思います。はい、あと最後の一戦で1回あるかどうかちょっと分かりませんけれども、この後もしあったとしたら、どんな風に最後締めていきたいでしょうか。最後のピッチングはどうですかね。まだ次が分からないので、あんまり考えないようにしています。はい、さあ、そして木下拓哉先生です。ナイスバッティングでした。ありがとうございました。追い上げられてヒリヒリする展開の中でのホームラン、何か狙い撃ちのようにも見えたんですが、感触はいかがだったでしょうか。そうですね、感触も良かったですし、
昨日名古屋ドームイオンでゲームセンターでバッティングしてきたんでその成果が出ました。ありがとうございました。さあその影響なのかもう1本出ましたね。あの終盤の1本もすごく大きかったと思うんですが、あれはどうでした？そうですね、もう本当に最近本当中継ぎのピッチャーが頑張ってますし、どのピッチャーもリードを守ったまま帰っていったんで、なんとか1点をと思って、はい、タイムリーになってよかったです。マスクをかぶって連敗というのもありました。今日のゲーム結構特別じゃなかったかと思うんですが、その辺の思いはどうだったでしょう？そうですね、先週一勝もできなくて、まあ、週も帰りましたし切り替えて、まあ、あと今週3試合ですか、はい、全部勝って、先週の連敗をなかったことにしましょう。さあ木下さん、その先にはもちろん A クラスと、さらにはその上というのも見えています。これだけのお客様が集まってきてくださっているというのは、そこを期待しているそれ以外ないと思うんですが、皆さんに最後一言お願いします。本当にいつも応援ありがとうございます。あと4試合ですか、全部勝てるように頑張るので、選手と皆さんでまた最後力振り絞って頑張りましょう。今日はありがとうございました。そしてヒーローインタビュー、最後は二人投手に締めていただきたいと思います。皆さんに一言お願いいたします。はい、残り4試合チーム全員となって、勝ちにこだわって頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。今日のヒーローはバッテリーの二人投手、そして木下選手でした。放送席どうぞ。